経由地の、トルコに着きました。イスタンブールですね。お店普通にやってますね。本当国によって全然あのルールが違うし、状況が違うんで、はい、これはやっぱり国を越えてやっぱりちょっと行ってみないと見てみないとわからないことですね。トルコはマスクはみんな当然してますけど、通常運転ですね。ここはトランジットの、免税店エリアです。マックもやってる。なんかねお店やってて人が稼働してるとちょっとホッとしますね。トルコの空港のラウンジに入りました。トルコの空港はね、これトルコの中の、まあ、イスタンブールなんですけど、何空港なのかはちょっと分かんないんですけどね、まあ、とにかく Wi-Fi が入らない、まあ、フリー Wi-Fi が基本ないんで、お店に入ろうとも思うんですけど、かなりあの空港混み合ってまして、搭乗口あたりはもうもちろんのこと、お店とかも結構満席なんですよね。もう人が多いし、まあ、お店がやってて最初は活気あっていいなと思ったんですけど、ちょっとね怖いなっていうのもありまして、でなんで Wi-Fi が入っていて、シャワーもベッドも使えて、コーヒー紅茶、飲み放題でゆっくりできるラウンジ、本当人がいないんでね、ここを選びました。でもラウンジといってもやっぱ安いんですよね。1時間8ユーロで、まあ、自分は3時間だったんですけど、ちょっと外で食事をしてから来たんで、2時間のコースで16ユーロで、ラウンジに入りました。まあ、ここもね混んでたらちょっと大変だったんですけど、まあ、混んでる雰囲気もなかったんでね、まあ、本当に実際に男性のシャワールーム、ベッドスペースも3つぐらいしか埋まってなかったんで、はい、人がいない環境でゆっくりできます。ちょっと紹介しましょうか。いや人がいないからね、なんかプライベートスペースって感じでなかなかいいですね。
今やっぱり各国もそうですし、まあ、各人が投資すべきところはどこかって言ったらやっぱ健康ですよね。コロナ感染防止のために、投資をする、だから本当予防のためにはいい環境もセレクトしていかないといけないでしょうし、あとは自分の健康管理のためには特に国をまたいでいくときに、ちょっと今まで以上に気を使わないといけないなという気がしますね。ラウンジっていいわ。